今回は、じゃあ、貧しい人とか、まあ、貧しいまではいかないんだけど、お金がない人っていうのが、お金がそんなにね、たくさんあるわけじゃない、裕福ではないっていう人が、裕福な人よりも優れてる能力っていうのがですね、一つあるんですよ。これ何かっていうと、知的謙遜と呼ばれている能力です。知的謙遜ですね。で、この知的謙遜っていうのは、実はGoogle とかが、採用条件としてもですね、実は、重きを置いているですね、能力の一つで、この知的謙遜、の能力はですね、お金がない人とか貧しい環境で育った人、もっとわかりやすく言うと、協力が必要な環境で育った人ほどですね、知的謙遜がですね、働きやすいよっていうことがですね、分かってるんですね。で、これ、知的謙遜って何かっていうと、まあ、簡単に言うと、自分はまだまだだなっていうふうに、自分の能力を客観的に見る力とか、他人の視点で物事を見る力、こういうのをですね、知的謙遜というふうに言うんですね。知的謙遜ですね。はい。で、これ実は正しい判断を下したりとか、自分がですね、まだですね、物にできていないようなチャンスを見つけるときにですね、非常に重要になってくる能力の一つなんですよ。まあ、要するに、判断能力が上がる。これが知的謙遜なんですね。他人の、視点から物事を考えられるかどうか。これが知的謙遜のですね、持ってる素晴らしい力なんですよ。はい。